ギュスターブドレによる赤ずきんの差し絵童話とは、児童が読む、または親などの大人が幼年児童に読み聞かせる子供向けの民話、伝説、神話、偶話、創作された物語等である。創作童話の多くは幼年、児童向けの短編作品を指す。最も古い童話論は、童話は、ウバのするおとぎ話であるというプラトンである。江戸時代より、 学者や作家である山、東京でに薬局定馬金らが、童話と記して、昔話や、わらべ物語と読ませていたように昔話を指す、言葉であったため、大正時代頃までは、高木俊夫の童話の研究などに代表されるように、昔話研究などで、童話という言葉が使われていた。一方、明治時代に、岩屋さざ波は、幼年児童向けの読み物に、 おとぎ話という語を用いて、出版やお話し会などの活発な活動を行っていた。その後、1918年創刊の鈴木美恵基主催、赤い鳥の頃より、おとぎ話ではなく、童話という故障を使い出し、競合誌に童話も創刊されて一般に用いられるようになった。アンデルセン童話の影響もあったと思われるが、赤い鳥でも当初は、 昔話の意味合いだったが次第に創作童話も含むようになり、一般に子供向け全般の文学に対して用いられるようになり、これが現在でも引き継がれている。ただ、子供向け全般の用語としては、昭和時代以降は童話に代わって、児童文学という言葉が使われるようになっている。この際、童話は文学の一ジャンルとして、メルヘン、ファンタジーを示し、小説や、 ノンフィクションなどと区別している。絵本や紙芝居といった媒体になっていることが多いが、区伝である公園童話の場合もある。時代を経て、児童向けに変わってきた民話や伝説や教訓や社会常識を伝えるために動物などの姿を借りて、物語となった偶話なども含むほか、新しく創作されたものを創作童話と称する。幼児期の子供に、 言葉や文字を学ばせたり、美的感覚、善悪の判断等の上層教育や創造力や価値観を育てたり、親子でコミュニケーションを取ったりすること等である。昔話的な童話においては、子供が興味を持てるような内容で、教育的な面を含んでいるため次のような傾向にあると言われていた。しかし、文学的な現代童話はこれに対するアンチテーゼとして、 多彩な傾向が示されるようになった。昔の童話には悪者の行う行為や、それに対する報いや制裁がかなり残酷な話も少なからずある。例えば元々の白雪姫では、姫を苦しめ続けたまま母は真っ赤に焼けた鉄の靴を履かせられ、死ぬまで踊り続けさせるといった結末のものや、日本のものでは、カチカチ山の狸は、おばあさんを殺して、死ぬにし、 それを、たぬき汁と称して、おじいさんに食べさせるなどがある。これらの多くの話は、大抵の場合、子供が見るということから考慮して、描写を変えるのが通例であった。日本で、幼児向けに出版されている絵本も、お子様向けに残酷な場面を削る、あるいは、修正、改編されているものがほとんどであった。ただ近年では、その残酷性だけにスポットを当てるのでなく、 作品全体を通して考えるべきとして原点に近い形で出される傾向もある。いわゆる童話的な体裁を持つが、想定する、読者対象が大人に向いていると思われる例もある。ジャンルとしての童話であり、空意性を持ったものである。星の王子様、チーズは、どこへ消えた等はその例である。カレルチャペックの童話の作り方、童話の理論ピアニッシも、から 童話も多く書いた、チェコのカレルチャペックの童話の作り方によれば、童話は文学ではなく語りであるという。英語ではフェアリーテールというが、もともとが妖精の話で童話と一致するわけではない。ありがとうございます。